女王さえも不思議な習慣があることを証明する10の事実。私たちは誰もがちょっとした癖や個人的なルールを持っていますよね。それは英国の女王も同じなのです。エリザベス女王の面白い特性について学びたい人はいますか？知りたいという人は引き続き動画をご覧ください。エリザベス女王についてより詳しく見ていく前に、まずはブライトサイドのチャンネル登録をして通知もオンにしておきましょう。1. 女王は旅行に行くとき、必ず自分の血液を持っていく。エリザベス2世は英国史上最もよく旅をする君主であり、そんな女王だからこそ常に緊急事態に備えています。幸いなことに、女王が訪れる都市の近くにある病院すべてを把握している医師が女王にはついています。また、その医師はモバイル除細動器や緊急用の薬が入ったバッグを持ち歩いているのです。それとは別に、女王は輸血の際に必要となる自分の血液を常に持ち旅行に行くそう。万が一の場合に備えて万全な準備ができていると安心ですよね。2. 女王は窓を開けることを禁じている。2003年にデイリーミラーのジャーナリストでもあるポール・バレルが書類を偽造してバッキンガム宮殿で使用人として雇われました。この詐欺はバレルに女王のプライベートな生活について一連の記事を書く機会を与えたのです。そんな彼によるとエリザベス2世は宮殿内の特定の窓を開くことを禁じているそう。その理由は外側から見て建物が完璧に見えるべきであり、開けると美しい景色が台無しになるというもの。そのためバッキンガム宮殿の窓は特定の時間以外は開けることが許されていません。もちろんこの新しい使用人の真実は明らかになり、女王は王族のプライバシー侵害としてデイリーミラーを訴え、女王が勝ったのでご安心を。3. 女王はかき氷を嫌っている。どんな人にも特に理由はないけれど不快に感じるものがありますよね。エリザベス2世にとってはそれはガラスのコップに入ったかき氷の音なのです。女王はかき氷ではなく丸氷の方を好み、その方が耳にも優しいとのこと。なので飲み物を冷やすときは丸氷を使うのが好きなんだそう。そんな女王のために夫フィリップ王妃は小さな球体の氷を作る特別な機械を発明したと言われています。これによって女王も不快な思いをせずにお気に入りのジンやデュボネを飲むことができるのです。4. 女王はバッグの中にフックを入れて持ち歩いている。女王といえば常に魅力的なバッグを持ち歩いているのが特徴。一般的にバッグの中にはお金やお財布を入れますが、女王の場合は違うのです。一つ確かなことがあります。女王はイベントに出席する前にフックをカバンの中に入れるということです。なんとなく不思議に思うかもしれませんが、このフックが役に立つのですよ。英国の女王はバッグを使って使用人に合図を送るのです。例えば夕食の時、バッグをテーブルの上に置いた場合は、あと5分でイベントを終了したいというサイン。バッグを床に置いた時は、会話に興味がないというサインで助けを求めています。そしてテーブルの下にフックをつけてバッグを引っ掛けている時は、全てが順調で楽しめているというサインなんです。5. 女王はヒゲや蝶ネクタイを嫌っている。外見やスタイルというものは自分なりの好みがあり、それによって人の第一印象も変わってきますよね。女王の場合はヒゲなどの髪の毛を嫌っています。だからこそ女王の周りにはヒゲを生やした人がいないのです。唯一ヒゲを許されているのは孫のヘンリー王子のみ。噂では女王はヒゲを剃るように何度もヘンリー王子に説得を試みたようですが、今のところヘンリー王子はヒゲを剃らないことに決めているようです。またエリザベス女王はベストや蝶ネクタイも嫌っています。もちろん全ての蝶ネクタイを嫌っているわけではなく、偽の蝶ネクタイだけを嫌っているんだとか。6. 女王は全ての服装に番号をつけている。スタイリッシュな女王は服のことになるとかなり厳しいのです。女王の衣服はそれぞれ独自の番号がつけられていて、どこでいつその服を着たのかしっかり書き留めています。英国の女王は明るい色やクラシックなスタイルを好んでいるので、似たような服がすぐに混ざってしまうそう。また2回連続で同じ服装や同じ色で公共の場に出るのは不適切だからこそ、この書き留めはかなり便利なのです。もちろんだからといって豪華な服を一度しか着ないというわけではありません。エリザベス女王はしばしば衣服に装飾を足したり、少しデザインを変えるように宮殿専属の仕立て屋に頼んでいます。初めて着る服もすでに着たことがある服も、女王は華やかに着飾ってトレンドに火をつけているんですよ。7. 女王はスープやジャガイモを一切食べない。エリザベス女王の食べ物の好みはとてもユニークです。例えば女王はあまりスープやジャガイモを食べないそう。
もちろんそれでもバッキンガム宮殿では好きな人もいるので、スープやジャガイモの料理は提供されています。ただし女王が一人で食事をするときは他の料理を食べるのです。実際には独自の制限がある特定の食事に従っています。そのうちの一つがデンプンを一切食べないということ。つまりパスタやジャガイモは食べないということなのです。女王のお気に入りの食べ物はシリアル、スクランブルエッグ、スコーン、人参、ジャムペニーズ、魚、そしてもちろん紅茶。8、女王はラズベリーが好きだが公共の場では決して食べない。女王の好きな食べ物について話すついでに、もう一つ知っておきたい事実があります。それは女王はラズベリーの大ファンだということ。とはいえ女王は一番好きな果物を公共の場では決して食べません。ラズベリーの種は簡単に歯にこびりつくことがあるからです。歯にラズベリーの種がついたような見た目は君主として公共の場では許されません。さらにエリザベス女王は公式なイベントもかなり真剣に受け止めており、その際に出される食事に関しては非常に厳しいんです。正式なイベントではブラックベリーも禁止されていて、キュウリやトマトの種は事前に取り除くというルールがあります。これらの小さな注意事項のおかげで王室の儀式はスムーズに行われるのです。9、女王には靴を履き鳴らすための特別な使用人がいる。新しい靴に履き慣れるのは楽しいことではありません。誰かに代わってもらえたらなんて思ったことはありませんか。女王はこのことについてもしっかり考えていて、同じ靴のサイズの特別な女性を使用人として雇っているのです。英国の女王は同じブランドの似たような靴を好み、長年にわたり履いてきましたが、それでも新しい靴がもたらす不快感にはなれないそう。だからこそエリザベス女王が不快に感じることなく靴が履けるように使用人にやってもらうのです。10、女王は1989年からずっと同じマニキュアを使っている。英国の女王は様々な明るい服を試すのは好きですが、マニキュアに関しては一つのブランドを30年近く忠実に使っています。 SC ブランドの公式ホームページによると、そのマニキュアの色の名前はバレースリッパーズで、約900円で販売されています。これがまさにエリザベス女王のお気に入りのマニキュアなのです。ブランドによると、1989年に女王専属の美容師がメーカーに女王が唯一つける色として一瓶注文した手紙を送ったそう。もちろんメーカーはすぐにその色を送り、女王はそれ以来ずっとつけ続けているのです。エリザベス女王の不思議な習慣、どれが最も驚きでしたか？下のコメント欄で教えてください。ビデオの高評価ボタンを押して友達にシェアしましょう。ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。